どうも、推しは東堂和左門です。よろしくお願いします。今年の目標5000に無事達成することができましたが、もっとやっていきたいんで、もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、呪術廻戦、怪玉、玉石、渋谷事変、2期、最終回、第47話、渋谷事変、閉門です。まずね、渋谷事変開門っていうのがね、33話だったんだよな。でも、32話が渋谷事変だった。32話で、まあ多分渋谷事変ですよ。こう、これから始まりますよ。33話で開門になって始まりましたよ。閉門ってあれじゃない、獄門教のあれとかに使ってなかったっけ？違ったかな？なんかそんな感じはするんだけどな。まあで、前回まで含めて、あの、変身っていうのがあったんだけど、まあ、人を倒せたっていう扱いでいいのかな。まあ、どっちにしろメロンパンがね、で、メロンパンが鴨のりとしだったかな。京都の人と同じ名前でっていう云々があって、まあでも、よくわかってないんだな。なんかすごい長生きしてる悪いメロンパンということでいいかな。見直さんとわからんけん、とりあえず後で見直すんだけど。でもその前に最終回を見ていこうっつうことでね。よろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。何にもわかんねえんだよな。何にもではない。むずい。はい、それでは。D アニメストアで再生していきます。3,2,1 スタート。とりあえず知ってんのはね、なんか3期の制作決定じゃなかったかな。そら、そうだろう。ここで、どこまでをやんのかわかんないけど。とりあえずそのメロンパンを倒すか倒さないか、五女戦を助けることができるかできないか、あとなんかあるかな、長宗に関しては特にな、あ、わかんねえけど。あとなんかあるっけな、なんかあるよ、あ、裏梅とかだってさ、なんかすげえタイミングでしか出てこないからよくわかってないんだな。前回、あ、でも前回メロンパンの方だったかな。まあ、でもなんか宿儺の下のあれみたいな感じだったし、あと、名前がわかんねえんだよな。あの人なんて言うんだ、つくもさんでいいのかな。なんだったっけ、あの、99、つくもでいいんだっけ。あの、お姉さん。名前もちゃんと覚えられてねえよ。どうなんだろうな。本編開始。ミゲルよ。
やばかったのかな。積み木。うわー、おでこ。ん？ほう。ご挑戦が。
再びっつって。呪霊って書いてある。なんかでかくなってるな。ほう。うわー、映ったなー。ナイスボード。ナイスボードです。違います。ナイスボードです。これやばくねえか、もう規模がやばいぞ。あんな風になる。死ぬんだろうな、この子。
出らん方がいい。行くな。なんだこれ、帳の中なんか、なんだ、どうなってんの。行くな。行くな。おっこつやん。うん、でかくなったな。すごいびっくりした。見えてんの？リカちゃんもいんのか？送り届けるっていうことはまだやってない。おっ骨の。呪術総監部より通達。下等優れ成長中、お嬢嬢死刑宣告。五条悟氏、なんでよ。いや、死罪容認って嘘やん。なんでよ。違うって。速やかな死刑の執行を決定する。お骨が死刑係。
腕にキス。ひたどりこ。何？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 なんか良くない感じじゃない？何？どうなってんのこれ。いや、マジで、これみんな何がどうなってんだ？早く3期やってくれよ。わかんねえ。ちょっと待て。乙骨が帰ってきたな。でも帰ってきたけど、虎杖を殺すって言ってんだよな。死刑を、つって。いや、そういうあれじゃないんだって。勘弁してくれ。そういうのじゃないんだって。終わった。最終回っすよ。終わった。呪術廻戦公式ホームページ。3期は決定してるんでしょ？だって。これなんていうの？死滅回遊っていうのかな。制作決定だね。死滅回遊であってんのかな。長相もがっつり出るんだ。乙骨となんか虎杖が戦う感じのあれなんだな。どのタイミングで会うかはわかんないけど。あとは、あれだな、みんな大丈夫なのかな。切り落としちゃってなんだ、犬巻は、腕なかったっけ？なんか、え？切ったっけ？なんか、途中で登場したのは覚えてんだけど。犬巻。腕を切ったどうのこうのっつうのは何なんだ。ここだな。彼は渋谷で犬巻くんの腕を落としました。で、乙骨が言ってんだ。そういうシーンあったっけ？どこ見返せばいいか全然わかんねえや。第何話を見ればいいんだ。わかんねえけど。わかんねえ。でもそれやったのって少ないじゃないっけ？やったとしたら、まあ、その彼が虎杖の場合なんだけど。いや、もしかも、だってみんなやばいじゃん。まずメロンパンでしょ。メロンパンと、五女戦と、校長と、校長？学長？
と、イタドリでしょ。あれ？俺3回言った？ 4 人でしょ。4人が、だってもう死刑の対象じゃん。いや、違うんすよ。違うって、そうじゃないって、あれ悪いのはメロンパンでしょ。上層部。おーい。上層部。え、なんか間違ったかな、これ。え、いや、なんかそんな、あれだと思うんだけどな。いやー、違うじゃん。そうじゃ、やばいって。っていうか、まず、五条線封印されたまんまじゃん。獄門橋の中じゃん。おらんごつなったけどさ。でも今度もう渋谷とか、そういう限定的なところじゃないんだよ。もう日本全土を巻き込んでんだ。で、やっぱなんか、改めて思ったけど、ミゲルってやっぱ相当強いんじゃね？そしたら。だってね、海外では呪霊とかの発生が極端に低いって言っててさ、その状況下で、まず五条線と10分前後やり合っとったじゃん。ゼロで。バカ強いじゃん。日本にいたらとんでもなかったんじゃない？あれー、でもなんかゼロの最後の方はあれだったよな。ミゲルと乙骨一緒におったよな。っていうことはミゲル日本に来てる可能性ない。どこで何をやっとるかはちょっとわからんけれども。そういうあれなんじゃないの？うぅー、終わった！まあ、さっきいつになるんだろうね。あとはなんか個人的にはマッパー頑張れって感じ。ね。なんかいろいろ問題になったけれども。どうすればいいんだろうな。なんだ、マッパに金を払えば、ちゃんとしたそういう環境になったりするのかな。マッパの株を買ったりした方がいいの。どうすればいいの。マッパに募金とかってできるのか。わかんないけど。それかもう、クリエイターに直接金を払えるシステムみたいなあれの方がいいのかな。なんかあんの。わかんないけど。呪術廻戦というあれを考えるんだったらマッパの方がいいんだろうけど。まあでもそれでマッパが潤う分には全然、ね、今後ともなんかちゃんとしてもらえるんだったらっていうのはあるし。クリエイターの方に直接金をぶっ込むっていうあれができるんだったらもう直接ぶっ込みたいけど。マッパがその信用できるか信用できないかみたいな、あそこら辺になってくるぐらいだったらもう個人に金を払って、マッパのことは信用できないけど、俺は金をもらってるから、この作品作るぜっていう風にモチベーションを持っていってもらいたいな。全国のクリエイター、クリエイターっていう表現で合ってんのかな？アニメの絵を描く人。アニメを作るのに関わっている人。もしいるんだったら口座番号を教えてくれ。個人的に振り込むから頑張って書いてくれ。頼む。あとなんかある？なんか方法があるんだったらそれを教えてくれ。それをやることしかできない。だって俺はアニメ見ることしかできないんだから。それがね、一生懸命やってる人に金が回ってないんだったら意味がねえんだから。そういう考えになっちゃうな、俺は。まあでも2期さ、23話あってさ、なんかすごい見やすかったのか少なかったな。もうあと基本的に俺もずっとうつうつとしてたわ。2期ずっとしんどい話なんだもんだって。おもれうおーいけっていうシーンはあったけど、ベースがもう全部しんどかったな。しんどかった。どうなるんだろうな。3期。見るよ、3期。じゃあまた3期でお会いしましょう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらもチェックもぜひ。
ということで、呪術廻戦玉石、懐玉玉石渋谷事変第2期最終回第47話、渋谷事変閉門でした。ありがとうございました。奈良に。